リバースアカデミー私有塾とは、かつて株式会社 OIC が運営していた、不登校時、高等学校中途大学生を受け入れる私塾である。略称は、私有塾。株式会社 OIC は、子会社の株式会社文学の館によって、広島県尾道市にある、私有塾高等学校も運営していた。神戸本校、高校、高卒認定。 大学受験の勉強のほか、交代連科名済みのテニス部や卓球部がある、ダンス、ボイストレーニング、ギターなど多彩なクラスを開講していた。東京校、学科の勉強のほか、プロから本格的なレッスンを受けられるミュージック、アートのクラスもあった。学校に行けない、行きづらい小学生、中学生のためのコースであった。学校側と連携し、今後の進路や、 学校復帰後の対応などを相談する。教育委員会や学校側の許可があれば、塾に通うことで学校の出席日数も取ることができる。通信制高校、私有塾高等学校に入学し、高校卒業資格取得を目指すコースであった。レポート提出やスクーリング参加、テストなどの勉強や卒業後の進路は、高校の先生と連携を取る。 高卒認定試験完全合格をサポートする。大学受験予備校私有塾は合宿が盛んにあった。大越塾長自ら塾生やその親のためになぜ不登校するのかをテーマにセミナーを行う。神戸本校では毎週木曜日、東京校と私有塾高等学校では毎月1回行われていた。このセミナーを受講することにより不登校をして元気をなくした子供が 奇跡的に元気を取り戻すことが少なくなかった。メインテーマ、なぜ学校に行けなくなったのか、無気力になったのかを考える。どのようにしたら元気を取り戻せるのかを考える。国交私立大、短大、専門学校に進学のほか、姉妹機関で留学準備コースに進み、米国の大学に進学する卒業生もいた。 私有塾の卒業生の数は7500人以上である。坂本大輔日本維新の会所属衆議院議員、OIC、破産手続き開始決定塾経営 j c n e t 2017年12月1日、チームソニックレーシング速報文学の館、東京商工リサーチ2018年5月16日、株式会社、OIC 国税庁法人番号公表サイト、 ありがとうございます。